キャラバン作戦は第二次世界大戦中の北アフリカ戦線において1942年9月に通軸軍の後方連絡戦地点に対して4度の同時襲撃が完工されたアグリーメント作戦を補助する作戦であった。各作戦はトブルク、ベンガジ、ヤローオアシス、そしてバルカに対するものであった。一連の中で唯一成功したものがキャラバン作戦であった。 作戦のいくつかを援護するとともに、長距離砂漠艇進隊は、バルカのイタリア軍、特にその地の飛行場を攻撃することとなった。バルカに到着するため、部隊は1155マイルを移動した。部隊の一部は飛行場を攻撃して35機の飛行機の破壊を記録し、タワ兵衛を攻撃した。襲撃部隊指揮官のイーソン・スミス少佐。1942年9月の初め、 ジョン・リチャード・イーソン・スミス少佐が指揮する LRDG の二巡視分隊からなる B 中隊が敵に最大限の損害と騒乱を引き起こす胸の命令を受けてファイウムに今するエジプト内の根拠地を立った目的地はベンガジから80キロほど北東の沿岸幹線道路上にあるバルカであったイタリア・リビア植民地政府の主要な行政拠点であり 町の北東側には大規模な飛行場が存在して、そこが作戦の使用目標となった。G1 巡視隊は JAL ティンプソン隊員、そして T1 巡視隊は NP ワイルダー隊員が、二人で12台のシボレー 1533X にトラックと5台のジープに登場する総計47名を指揮した。彼らに、ウラディミール・ペニアコフ少佐とその配下のスパイ、 リビアアラビア軍に属する2名のサヌーシー派が、堂々した。バルカ近傍に住む友人たちから、敵の配置に関する情報を収集し、襲撃の1時間から2時間前にペニアコフへ、報告するという、サヌーシー派の者との合意がなされていた。イタリア軍のカント製3発爆撃機、Z1007。バルカで彼らと対峙したのが、アウトブリンド AB41 装甲車を配備した。 イタリアアフリカ警察の1個中隊、警察軍の1個中隊、第8クロシャツ分隊、第17機関銃大隊、L3-35、豆戦車を配備した第10系戦車中隊、12.7センチ砲を配備した第51砲兵軍の1個、砲兵中隊であった。バルカの飛行場には、カント製3発爆撃機、z 1 0 7ビスを配備した1個飛行中隊を核。 第35爆撃航空団、カプロ2世総発偵察機 CA-311 を配備した第66偵察航空軍、第131飛行中隊がいましていた。他にもいくつかの機兵、警察軍部隊や非正規のリビア兵部隊が当地域にいた。ジープに乗る G1 巡視隊のティンプソン隊員。泥除けの上に、 巡視体式役を示す緑機が据えられている。LRDG は他の作戦にも関わっていたので、外地の路上での密集を避けることが慣用であった。B 中隊のために選ばれた経路は、砂海を2度縦断する1850キロに及ぶ横行の旅であった。ジープは約1448キロ、シボレー車は約2414キロの間を自給したので、 重車両部門からの2台のマック10トントラックが堂々し、最初の322キロ分の全燃料を補給することとなった。再度の補給が第1周の後にハワードの童貞票と呼ばれる場所で B 中隊が重車両部門からのさらなる2台のトラックと打ち合った際に行われた。3日目にこのエレン隊巡視隊を不運が襲った。ティンプソン隊員のジープは 急旬な砂丘を駆け上って逆さまに転覆し、ティンプソンと運転手のトーマス・ワンタインは、ロッキード・ハドソン機での撤退を余儀なくされた。ジャック・デニス軍曹が G1 巡視隊の指揮を引き受けた。特徴となっていった帽子を着用し、バルカへ向かうペニア・コフ・少佐。ジープに積まれた2連のビッカース系型銃と燃料管に注目。9月13日、LRDG は、 バルカの24キロほど南方にあるベニアに到達し、丘陵上の林地帯の中に野営を設置した。11日間を要した1858キロの旅路であった。一台のトラックが後方の G5 合流地点に少量の漁食や水の補給物資と共に隠されていた。その日の残りに各トラックは、 茂みの中に隠され、一方で、核要因は、武器と爆発物の用意を整えた。午後3時に、イーソン・スミス少佐が、町の作りを知っていた、ペニアコフ少佐の助力を得て、最終の打ち合わせを行った。T1 巡視隊は、主目標であった、飛行場を攻撃し、一方で、G1 巡視隊は、バルカから3キロ南西のンポ、マデレーナ兵営主要部。 そして町の南の鉄道駅を攻撃して、陽動を行うこととなっていた。LRDG には知られざるところとして、彼らは道中で目撃されており、数度の警告がバルカ地区の司令部へ伝えられていた。司令官のピアッティ、デルポッツォ将軍は、空と陸の偵察を命じ、また予想された攻撃に対抗するベクタの準備を行っていた。 LRDG の巡視隊は念入りに偽装を施しており、危機器の中にあって見つかっていないと信じていたが、隊はカプロニ CA-311 機によって発見されており、そちらは近傍の機兵部隊司令部へ伝言を投下した。イタリア軍のカプロニ製 CA-311 偵察爆撃機。夕暮れに部隊は行動を開始し、道中に電話回線を切断した。 町の外縁部付近で彼らは警察検問所において保証から追加を受け、相手を武装解除して捕虜とした。調査におびき出された一人のイタリア軍家士官が銃撃を受けて戦死し、金坊の建物群が数個の手榴弾で攻撃を受けたものの、後に護衛は逃げ去った後であったと判明した。この交戦の間に車列が停止したところ、 T1 巡視隊のブレダ機関銃積載トラックが無線トラックの後部と衝突し、ラジエーターを壊した。このトラックは装備を外して放棄せざるを得ず、乗員は他のトラックに加わった。無線トラックは続行可能であったものの、ブレダ銃の火力を失ったことは、部隊の妨げであった。加えて G1 巡視隊の1台が岩に衝突して、 散布を壊し、こちらも装備を外して放棄された。攻撃後の集合地点として機能するため、T1 巡視隊の無線トラックは、車列から分かれて、シリセリムの平原に停車した。このトラックはまた、継続的に無線を確認して、東野に、ベンガジに向けた作戦を遂行している、デイビッド・スターリング中佐の SAS 部隊からの伝言を受けることとなった。午後11時に、 巡視隊は東のバルカへと向かう幹線道路に到達し、通軸軍の車列を装うべくヘッドライトを最大限に照らした。バルカへと続く傾斜地の頂上で彼らは停車して道路の両側を守っている2両の L3 豆戦車に行き合った。LRDG の車両群はその場を駆け抜けながら激しい機関銃の制車を開始した。豆戦車の乗員は当夜に 道路の往来が禁じられていることを知っていたはずであったが彼らは不意をつかれた。真夜中頃に LRDG はバルカ街の交差点にいたり、二巡視隊は各自の任務を遂行するためたもとを分かった。イーソン・スミス少佐からは2時間を割り当てられており、彼は2台の司令部ジープと共に独自にバルカの周辺をめぐり適した目標を探すこととなっていた。 ペニアコフ少佐とこのエレン隊の無線トラックは LRDG の撤退を止めようとする何かしらの試みへ対応するために交差点に止まった。T1 巡視隊のトゥティラ3トラックはバルカ飛行場の攻撃時にワイルダー隊員が運転した。バルカの北にある飛行場へ向かうため T1 巡視隊は主道路を用いて街の東側に沿って移動した。イタリア軍の とある自動化部隊が脇を通って行き、友好的な挨拶が交わされた。部隊が飛行場に差し掛かると、ワイルダー隊員は、馴染みの車両、トゥティラさんを運転したかったので、指揮官のジープを後にした。トートラックに乗っていた他の者のは、パーカーとホランドの両隊員であった。飛行場の入り口近くで巡視隊は、数名の保証に追加され、そちらは撃ち倒された。 飛行場の門に近寄ると、そこが閉ざされているものの店場であることが判明した。ワイルダーが門を開き、トラック軍は飛行場に乗り込んだ。最初に遭遇した目標は、52艦の航空燃料を積んだトラックとトレーラーの位置、編成であった。機関銃の正射でそれらは、火の玉と化し、飛行場のほとんどを照らし出して、部隊が動き回る道を見出しやすくした。イタリア軍は、 攻撃を予想していたものの、主道路から到来する車両軍がそれを行うことが可能とは考えていなかった。代わりに彼らは南方から攻撃を仕掛ける不評部隊への反撃を準備していた。結果として T1 巡視隊はほとんど反撃に合わずに攻撃を開始することができた。次の目標は、コンクリート製の管理を建物で、これも士官用 A 社や、 弊社のための場所であった。窓から数個の手榴弾が投げ込まれて内部で火災を発生させた。格納庫や他の建物、またいくつかの輸送自動車が銃撃を受け、44ガロンドラム缶の燃料集積所が破壊された。飛行場本体では T1 巡視体は一列を形成して時計回りに進み、栄光弾や発火性、爆発性の弾薬の組み合わせで停留中の 爆撃機を銃撃した。T1 巡視隊が用いた火器は303口径の空冷式、ブローニング銃の3組、50口径のビッカース銃機関銃が2丁、2丁が1組に、された303口径のビッカース系型銃で、どれもトラックの後部仕切り、あるいは助手席の扉側柱に据えられた回転銃火を用いていた。これらの火力に加えて、 T1 巡視隊のマーリンクロー5丁は、ノーベルのゼリングナイトから作られた小型の次元式発火爆弾を工夫していた。クローとい,いランズが列の最後尾の車両、テッパキ3に登場しており、箱一杯の爆弾を備えていた。まだ炎上していない飛行機に差し掛かると、2名は飛び降りて各飛行機へ走り、燃料タンクの上となる主翼上部に爆弾を設置した。 新艦が反応し飛行機が爆発炎上したので、両人は地面へ飛び伏せなければならなかったと、苦労五条は述べた。北アフリカ戦線のフィーゼラー性、シュトル引き。私は13個の爆弾を持って動き出して、その11個を片付けた。周り中で起きていることがあっても、自分の仕事をこなすのに忙しくて、恐怖でおののいてはいられなかった。残った2個の爆弾で、 一つは安全用の新艦が壊れていた。それで我々はそれらをまとめて小型の単発機に置いた小型機は粉々に吹き飛んだ。マーリンクロウ少なくとも10機の飛行機がこの形で破壊された。クロウとイーランズは全くの無傷で退避した。T1 巡視隊は飛行場でおよそ1時間を費やしたにもかかわらず、ニュージーランド軍人側は誰も撃たれることなく、 その車両はいずれも行動不能となることはなかった。LRDG の運転手たちは高速での軌道に熟達しており、車両を難しい目標となし、また同時に射撃手たちは正確で高度に集中させた、射撃を続ける術をわきまえていた。舞台に損害がなかった理由たり潤う,う一つの要因は、逃避工場を防衛していた多数の対空砲が、 地面に水平に射撃できなかったというものであった。ワイルダー大尉が記した作戦後報告では、イタリア軍を以下のように観察した。我々を待ち受けていたが、非常な強行状態に陥ったようで、その発砲は非常に乱れたものであった。NP ワイルダー・ワイルダーの報告に基づいて、T1 巡視隊は32機の主として爆撃機を破壊し、 あるいは損傷させたと考えられた。イタリア軍の公式の数字は16機が破壊され7機が損傷を受けたと見積もっている。キャラバン作戦の後、交代中の T1 巡視隊の絞冷静トラック。攻撃の後、2巡視隊は最終決地点で合流した。その折には10名の人員、3台のトラックと1台のジープが失われていた。9月14日の夜明け前、 シディセリムの南の警察詰め所近くで LRDG は待ち受けていた敵からの攻撃を受けた。3名が負傷し、1台のトラックが牽引を必要とする程度の損傷を被った。当のトラック、そして前に損傷を受けていた別の2台は備品を移した後に放棄され、破壊のために次元式爆発物が仕掛けられた。部隊は、 人を続行したが、そこでもう一台が故障した。部隊は敵に発見され、夕暮れが到来するまで、航空攻撃を受けた。その時点で、一台のトラックと二台のジープを除いた、すべてが破壊されていた。部隊の10名は、車両一台が残されていたビルエル・ゲラリエット徒歩で移動するべく立った。部隊の遺憾が残った、トラック、そして一台のジープに負傷者を乗せて利用した。 ジープは道中に放棄したものの、彼らは9月15日にビルエルゲラリエ、ついではカランシオスカ海近くの着陸地点へと到達し、そこで別の LRDG 巡視隊を見出した。その後、イギリス空軍が負傷者を空フライと移送した。14名からなる別の一隊はもう一台のジープで両食と水を運び、徒歩で出発した。 128キロほどを移動した後、9月17日に、彼らは LRDG の S に巡視隊と遭遇した。当地域の捜索で、最初の他国から8名が見つかった。2名の行方不明者は遅れを取り、合流地点への到達の見込みがないと考えて、期待と方向を転じていた。9月20日に、彼らはアラブ人の野営地を見出し、イタリア軍に捕虜とされた。 その折には彼らは徒歩で240キロ以上を踏破していた。別の LRDG 巡視隊 S1 がバルカを徒歩で離れた襲撃部隊の2名と打ち合った。盗作戦における役割に関していくつかの勲章授与があった。イーソン・スミスとワイルダーはことこう勲章を受けた。ローソンは先行十字章を、クロー、ティッペット、ドブソンは先行章を受けた。 ありがとうございます。